ぞどうぞ。華やかですね、はい、またおしゃれな安代さん、おしゃれだね。もう春近しの ね、 ね、はい、もう春って感じだよね。もうあれですね、吉武さんが一番嫌いな桜色してますよね。やっぱりピンクが好きなんですか。ピンクが好きです。かわいい、深さもかわいいし ね、 ね、ちょっとロックンローラーっぽい感じ。ロックンローラー、ロックンローラー、昔ね、こういうの花火で踊ってましたよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。では早速、はい、その安代さんの車をご紹介いただきましょう。こちらです。おお、はい、これいいですね。これね、ベース何？ムーブです。ムーブ、土屋さん、はい、こういう車に乗りたかったんですよ。本当に？いやいや、もうね、なかなかこういう車って普段近づけないじゃないですか、はい、ね、街で走ってて、おーと思ってって、はい、いや、嬉しい。これだけ見てください、もういいですね。もう、あー、中がすごい、うん、すごいことになってる。うわー、キラキラだ。もう、ね、え、職業分かった。何ですかこれ。占い師。そんなわけない。そうですね、占い師。いや、これ占いの館でしょ。いや、全部違います。キラキラ違います。いや、かわいい。占い師ではない。でも、ここまでやってる、うん、え、何年かかったのここまで。3年。3年、はい、いや、これはもう毎日さ、街歩いてると自分の車になんか次にこれを買おうとかっていつも思ってるんでしょ。そうですね、次何しようかな。そう、ちょっと外観から行ってみましょうか。そうですね、外観から。もうなんかあれですね、車検に通らなそうなところがいいですよね。もう車検通るんですかこれ。アインナーは通ります。これは大丈夫です。これはちょっと、はい、いや、これ見てください、これもうなんかあれですね、ぶつかったら全部自分で急ブレーキかけたらさ、全部顔の上に来ちゃいそうで最高です。あ、ここもほら見てください、これ、うん、あ、本当だ。あ、細かい、本当、ほら、これ自分でやるの。自分でやりました。自分でやったの、はい、はあ、楽しいな。お仕事どうやってるんですか。仕事ネイリスト。あ、ネイリスト、ね、それじゃなかったらこうできませんよ。私、中見てみたかったんですよ。ちょっと中ですか。こっちの神さん、うわー、夢の国だ。夢の国ですね。すごいよ。え、あなた雪の女王だっけ。あ、うん、そんな感じ、そんな感じ。あなた雪の女王だ。これはね、キラキラだ。この埼玉のこの場所もいいんですけども、これは雪の軽井沢とか似合いそうだよね。あ、なるほどね。なんかティアラみたい、ハンドルが。え、ほら、後ろに女の子乗ってる。夢の国。え、女の子乗ってます、後ろに。夢の国。あれはバニー、バービー、バニー、バービー人形がもう、いらっしゃるところです。ほんと、カメラさん、これちょっと先ちょっと見てくださいよ、ほら。夢の国だよ。いや、あのハンドルは美しいですよ。はい、休みの日ずっとこれ時間費やしてる。あ、そうですね。家より車にいることが多いです。そうだよね。もうこの寝たことは。あ、ありますよ。なあるよね。ここに住んでるでしょ。いや、これ多分住んでる。これね、あの365日のうち200日ぐらいここで寝てますよ。これご飯食べるんですよ、ご飯なんかも。ご飯も食べます、ね。どれだね、うん。いいですね。いい使い方。ご結婚してるんですか。してます。え、これご主人は？ご主人はこれ見てなんて言ってるの。いや、押してます。いいって、いいですね。旦那もピンクの車乗ってる。あ、そう、はい、あ、旦那も、はい、旦那に何するの。マーク2。あ、マーク2の健康いいですね。なんか近づきたくない感じもしますけどね。みたいな人、いや、厄介な感じですよ。え、旦那の車もこういう感じになんか。あ、内装はこんな感じじゃないですけど、ああ、外だけピンク。ちょっと僕座っていいですか。あ、どうぞ。ドキンじゃないの。ドキンじゃないです。あ、そう、うん、あ、ちょっと一瞬だけ。確かに一瞬ドキンかなと思ってますね。あ、何これね、うん、もうね、座った瞬間、うん、前なんか見てない。この辺に目が行っちゃって、うん、この辺に目が行って多分2分で衝突しますよ。ちょっと座ってみて。もうね、前なんか見たら暇ないですよ、ほら。でしょ。見たら暇ないでしょ。落ち着かない。落ち着かない。もうこれで運転してる場合じゃないんですよ。もう忙しくて。はあ、うわ、これ最終形態見たいな。これって自分でみんなやったんだけどさ、これ、うんうん、やってもらったらこれ数百万ですよ。なるほど、なるほど、ね、確かに。もう手間賃だけでもね。いや、本当に本当に。これあとあれでしょ、ナンパじゃない。逆に近寄ってこない。それはわかる。これだったら、あら、これ乗ってると素人だと思わないからね。これどっかのね、組織の。そんなことないですよ。そんなことはないけど。
いや、さすがネイリストで、ね、こうまとめ方がうまい。うまい、うまい、うまい。素晴らしいですね。いやびっくり、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった